こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。本日はギターを弾いて脳を育てるっていうテーマでお話をしていきたいと思います。ギターを弾くとこんなメリットがあるよっていうのをお伝えしていきたいんですけれども、今もしいやギター始めたんだけどなかなか上達しなくてとか練習がね辛いんだよねっていう方がもしいらっしゃったら、ぜひこの動画最後までご覧になってください。きっとギター弾きたいってなると思います。ということで本日のメニューなんですけれども、大人になってからの学習って意味があるの？脳に効果的な手の動かし方、そして反復練習の効能と副産物、年齢別脳の働き方っていう感じで、お話をしていこうと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、私畑中真美、脳の専門家ではなくてですね、シンガーソングライターなので、ちょっと今日はその脳に関する本を紹介させてもらうのと、あと私のシンガーソングライターの活動の、実体験を語るっていう形で進めていこうと思います。で、私のチャンネルをね見てくださってる多くの方は大人で、大人になってからギターを始めたよっていう方とか、すごいブランクがあって、でギターもう一回再開しましたっていう方がとっても多いので、まずその大人になってからの学習って意味があるのっていう、そういう内容でちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、こちら加藤俊徳先生のご著書ですね、脳と心の仕組み入門っていう本なんですけれども、こちらにねいろいろ答えが書いてありますので、ご紹介していきたいと思います。脳の神経細胞っていうのはやっぱり年齢が上がるとともにどんどん減少していってしまうと。ただ多くの未熟な神経細胞っていうのが使われずにね残ってるそうなんです。使われてないなんてねめちゃめちゃもったいないですよね。で、脳っていうのは、何か初めての経験をするたびに新しい伝達回路を作って働き始めるそうなんですよね。ということで、大人になってからギターを始める、または再開する、新しい曲に挑戦する、新しいコードを覚える、理論を学んでみるっていうのはバッチリ、脳はそういう新しいことを経験することによって、どんどん成長し続けるとのことです。90歳でも成長できる仕組みが脳には備わっているとのことなんですよね。私もやっぱり若い頃より大人になってからの方がなんか覚えが悪くなったなっていうのはなんとなく感じてるんですよね。その本当に10代の頃に書いた歌っていうのは未だにちょっと歌うと思い出して歌詞とか見ずに歌えるんですけど、最近作った曲っていうのは本当ちょっとねずっと歌詞カードを見てないと歌詞を覚えられないっていうか、まあ、それは単純に練習時間とかの問題なのかもしれないけど、まあ、ちょっと物覚えがやっぱ悪くなってんのかなって時々思うんだけど、でもやっぱりこの YouTube チャンネルを始めて定期的にいろいろ勉強しながら私も動画を作っていて、そのコードだったり弾き方だったり皆さんにお教えするためにはどうやったら分かりやすいかなっていうのをいろいろ考えながら学びながらやっていて、若い頃よりも全然本当に YouTube チャンネル始めてからの自分になんかこう何ですかね、力がついてきたなっていうのはすごく実感してるので、なんていうのかな、成長してるかもしれないってちょっと思えてるところがあるので、なのでやっぱり大人になってからの学習っていうのはすごく自分でも意味があるんじゃないかなって思っています。はい、じゃあここからは、効果的な手の動かし方っていうことをちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、脳が活性化されるためには早くて雑な動きよりはゆったりとした滑らかな動きがいいらしいんですよ。なんか太極拳とかがすごいいいらしいんですけど、この指の先までこう神経を行き渡らせるようなそういう動きがすごいいいそうです。この指の先まで神経が行き渡った動きをすると脳の深い部分まで、活性化されるとのことなんですよね。で、特に楽器の演奏っていうのは脳の一部分だけじゃなくて複数部分を使うので脳の神経回路が強化されて脳の機能が全体的に向上するっていうね、そういうことが期待できるそうです。で、まあ、ギターってやっぱりコードを押さえる時にこう指の本当に指先まで神経行き渡らせないと押されないじゃないですか。だからすごくいいじゃんって思って、特に右利きの方っていうのは左手でこうコードを押さえますよね。
これは右脳の活性化をね促しますよね。普段右利きの私たちっていうのはやっぱりね、右でお箸持つし書くのも右だしね、喋る時も左脳使ってるから、まあ、圧倒的にこう左脳が優位になるというか左脳が発達してると思うんですけれども、なのでこうコードを押さえたり左手を積極的に使うことによって右脳が鍛えられたらすごい嬉しいですよね。右脳と左脳のバランスが取れると、感情が安定したりとかコミュニケーションスキルが上がったりとか、あと問題解決能力が、上がったりとか、まあ、いろいろいいことがあるらしいんですよね。なので左手を意識的にね、使っていきたいなと思ってるんですけど、本当にそれにはギターのコードを押さえるっていうのがぴったりだと思う。押さえるだけじゃなくてこうやっていろんな単音弾きもねすごく効果的だと思うんですけれどもね。で、私がここで一番お伝えしたいなと思ったのは、コードがうまく押さえられないとか押さえても綺麗にならないよっていうね、なんか上達してないんじゃないかなって思ってしまう方がもしいらっしゃったら、いやいやいや、もう綺麗にねならなくてもいいから、まずネックを握ってみるだけでも脳にとってはいいんだよ。一個弦を押さえてみるだけでも脳にとってはいいんだよ。たとえうまくならなくても、この F というフォームを形作ってみる、どこをどうやって押さえてるんだろうっていうのをこうやってゆっくりやるっていうだけでも脳にとってはいい時間なんだよっていうのをね、心に止めておいてほしいなって思うんです。右手もそうですよね、ストロークもそうなんですけど、特にまあ、アルペジオとか弾く時も早く弾かなくていいんだよ。ゆっくり一音一音丁寧にゆっくりな動きで、むしろゆっくり弾いた方が脳のためにはいいんだよっていうのをですね、意識してもらえるといいかなって。そしてコードチェンジもその早くやんなくていい、ゆっくりでゆっくりでいいんだよ、ゆっくりの方がいいんだよっていうのをね、そのように思ってもらえたらねいいなと思って、ね、そんな感じで練習がはかどらないなっていう時は、なんか上達しているようには見えないけれども、こう根っこを握ってる今はすごく有意義な有効な時間なんだな、脳にとってはいい時間なんだな、私今日も練習して偉いっていう感じで思ってくれるといいかなと思います。で、私シンガーソングライターをやってきていて、ギター練習するときに一番気をつけていたことは何かって言ったら、やっぱり歌に集中したいんですね。私は歌を歌うのに集中したいから、ギターはとにかく無意識でも弾けるようになろうって、何があってもギターだけは止まらない、何も考えずにギターだけは、スムーズに弾けるようになろうっていうところだけを心に留めてずっと練習をしてきたんです。その反復練習によって意識しないでギターをスムーズに弾けるようになったっていうのはすごくいいことだったんですけど、それ以外にも副産物でなかなかいいことがあったので、それをお話ししていきたいんですけども、人工知能研究家の黒川伊保子先生が以前ラジオでお話ししていたことがすごく面白かったんで、それをちょっとシェアしながら自分のこともお話ししていきたいと思うんですけど、まずちょっと反復練習のこと一回置いといて、辛いって感じてる時とか、あ、ストレスだなって感じてる時、脳の中で何が起こってるかっていうと、大脳に思考の電気がこう飛び交いすぎていて、この思考領域がいっぱいになっちゃっていて、その状態を人はストレスって感じるらしいんですよね。それすごいわかるんですよね。私もやんなきゃいけないことが一気にいっぱいバーンって来られちゃうと、すっごいなんかわーってなってストレス、すごいストレス感じるんですけど、その時どうするかって言ったら、ちょっと落ち着いて、待って、じゃあ今やんなきゃいけないこと、優先順位で一番にやんなきゃいけないことは、これはいらない、これはいらない、これがいらない、じゃあこれだけ、これのここの部分だけ今これだけやろうっていう風にしたところで、やっと落ち着いて仕事に取り掛かれるっていうのがあるんですけど、まさにギターの練習で、あー、わかんない、何これって、ね、全然できないよってなった時に、やるべきことはハードルを下げるってことですね。ハードルを下げてコードをシンプルにする。例えばコードチェンジ C
コード進行があったとして、えちょっと待って、そんなコードチェンジ早すぎるし、こっちもどんな動きしてるか分かんないし、ってそんなの弾けそうもないよってなった時は、じゃまず C のコードと G のコードだけやろうと。でこっちもストロークしなくていいから、とにかくまずならなくてもいいからフォームだけ確認しようかな。じゃあ C これでいいかな。で次は G だから、あできた。でこれで次の練習に行かないで、またじゃあもう一回 C、 もう一回 G、 もう進みは遅くてゆっくりでいいから、この動きならゆっくりできるっていうところまで、まあとにかくハードルを下げてその動きを、反復するっていうことを練習ではやるようにしています。で黒川伊保子先生によると、この反復運動っていうのは慣れるまではね、大脳で考えながらやってるらしいんですよ。それが何百何千回と繰り返してると大脳よりももっと奥の小脳の方に入っていくらしいんですよ。その小脳に入ることを、黒川先生がすごい分かりやすい言い方で例えてらっしゃったんですけど、プログラム化されてパッケージングされて小脳に収まるっていう風におっしゃってました。スマホでいうところのアプリみたいになるっていうことなんですよね。一回小脳にだからその動きが入っちゃったら、アプリ起動ってやると勝手に作動して勝手に無意識でその動きが展開されていくっていう、何にもこっちは考えてないのに勝手に動くみたいな、体が勝手に動いちゃうっていう状態になるんだそうです。だから慣れるまでは大脳で一生懸命考えてたことが、小脳に入れちゃえば無意識に動くようになるっていうことなんですよね。こっからが副産物の話なんですけど、無意識にこの体が動くようになると何がいいかっていうと、大脳が休まるらしいんですよ。なんかこの瞑想、目閉じて瞑想してる時みたいになるらしいんです。瞑想ってさ、私もメリットがいっぱいあるっていうのを聞いてたんで何回かチャレンジしてるんですけど、脳波が整っていいアイデアが湧くとか、すっきりするとか、パソコンでいうところの最適化ですよね、そういうのが行われるから瞑想すごくいいよっていうのを聞いててチャレンジしてたんだけど、なかなか何もやらずにこうやって目を閉じてこうやってやってるのが全然できなくて、だけどもうギターを弾きながらそれがもしかしてできてるのかもしれないと思って、なんかね納得したんですよね。私もですね、無意識でギターが弾けるようになるために、メトロノームをかけて同じコード進行をずっと何回も何回も繰り返し弾くっていう練習をねすることがよくあるんですけれども、そういう時って本当にどんどん弾いてるうちにね気持ちよくなってきちゃうんですよね。でもうなんかこうやめたくないっていう、もうずっと止まりたくないっていう状態になったりするんですけど、その時って多分脳が休まってなんかアルファ波みたいなの出てるんですかね、なんか多分すごい脳の最適化が行われてるのかもしれないですけど、瞑想状態になってるのかなって思いました。でその時はなんで一生懸命練習しているって感じじゃないから、なんかやればやるほどなんか疲れが吹き飛んで元気になるみたいな、なんかそんな感じになってるんですよね。つまりそれは一連の動作がパッケージングされた小脳に収まったことによって勝手に起動して脳を休まって体が勝手に動いてたっていうことになると思うので、これは反復練習の副産物だなって今思ってるんですけど、そしたらさ、みんなやっぱりさ、どうしても小脳の方にしまいたいですよね。でどうしたらその小脳にしまって無意識でできるようになるかって言ったら、もう方法は1個しかないんだそうです。それはね、繰り返すこと、習慣化することで、しかも一連のやり方を決めたら同じように何百回かやることがいいそうです。なんで私もなんかこの間になんかその一連の流れをやらないで間になんか挟んじゃったりすると、途端に分かんなくなっちゃったりするっていうことがあるんですけれども、多分なので本当に同じことを同じように繰り返す、何百回も繰り返すっていうのがね本当にいいんじゃないかなと思います。その私もできないその行動進行とか抑えられないとか弾けないっていう時は本当に動きを単純化してたくさん練習するんじゃなくて、この本当に1小節だけとか
その2拍だけとか、ここの2拍だけを何回もやるとか、本当に短くしたりとかしてそこだけやるんですけど、あのね、最初はできないんだけど、やっぱり何回か繰り返してるうちにやっぱりできるようになってくるんですよね。根気よくやってると、あれ、あんなにできなかったのにできてるっていう瞬間が必ず来るんですよ。で、井穂子先生もおっしゃってましたけど、あのね、本当にずっとできない、ずっとできない日が続いても急に来るんだって。できる時がある時、急にあれって、それはもう小脳に入った瞬間に、あの、多分できるようになっちゃうんだよね。そう、だからそういうなんかブレイクスルーじゃないですけど、その急に入っちゃう瞬間っていうのをね、味合うためにも繰り返し反復練習するっていうのはね、すごいね、大事なんじゃないかなと思っています。あともう一個ね、ちょっとあの黒川先生がおっしゃってたことなんですけど、足の裏を地面につけて考えたり手を動かしたりする方が、脳って活性化するらしいです。なのでサーフィンとか、あと満員電車っていうのもすごくいいらしいんですけど、私もそれを聞いてからですね、ギター弾くときはなるべく足を地面につけるようにして、足を組むとさ、ちょっと足浮いちゃうじゃない、そうならないように足をねペタンってつけてギター弾くようにしてるんですけど、私の場合はね、歌を歌うので、単純に足裏ついてた方がお腹に力が入りやすいので、すごい声も出しやすいなっていうのが発見して、そうなのでね、このね、切り株のマイフットレストっていうのは私のオリジナルのフットレストなんですけど、この切り株に裸足で足を乗せて歌ってる時がなんか一番調子がいいなっていう感じなんですけど、はい、これは余談でございました。では最後になりますが、年代別の脳の働き方っていうのをご紹介して終わりにしたいと思います。こちらね、黒川井穂子先生のご著書成熟の、こちらから紹介していきたいんですけれども、28歳まではインプット脳っていうことで、とにかく吸収力が高いっていうことになってるそうです。で、28歳から56歳までがインプットした情報を使っていろいろな回路の使い方を試す時期なんだそうです。失敗をしながら優先順位を決めていく時期なので、とにかくね、失敗たくさんした方がいいらしいですね。ちょっとそうって言われるとなんかちょっと励まされますよね。で、56歳から63歳までが回路の使い方が完成する時期だそうです。その人らしい考え方とか脳の使い方が確立する時期ということです。そして63歳から84歳は、出力性能が上がっていく時期ということで、直感が働いたり判断が早くできるようになるということらしいんですね。インプットしてきたものを、自分らしく一気に使っていくアウトプット全開な時期だそうです。そして90代、年を重ねるごとに右脳と左脳をつなぐ脳梁っていうところがあるんですけど、そこが、ね、だんだん細くなっていくんですけど、90代になるとそこがね、またね、成長を始めるんだって。またこう太くなるから、ここで右脳と左脳のこう電気信号が活発になってひらめきが多くなるんだそうです。はい、それが102歳まで続くということで、脳っていうのは本当に衰えないでね、年齢重ねてもずっと成長を続けるんだなっていう、ちょっとびっくりしました。まあそれはもちろん脳を普段からね使ってるとっていうことになると思うんですけれど、私もね102歳まで頑張りたいですね。新しいことにどんどん挑戦して、学ぶことも続けていきたいなと思っています。102歳になった時に自分からどんなものが出てくるのか、それをね知りたいなって今思っています。はい、で今日はいっぱい喋らせてもらったので、伝えたいことをちょっとまとめさせていただくと、まずギターが上達してないように感じられても大丈夫、脳は成長してるよっていうこと、それからゆっくり丁寧に練習することは大変有益であるっていうこと、繰り返すこと、反復練習によって必ず無意識にできるようになるよっていうこと、諦めないで反復練習しようねっていうこと、無意識で弾けるようになると脳にとっても大脳が休まって瞑想効果があるからめっちゃお得ですっていうこと、そして102歳まで脳は成長し続けるよっていうこと、はい、こちら今日ねお伝えしたかったです。ご清聴ありがとうございました。ということで本日はギターを弾いて脳を育てるっていうテーマでお話しさせていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。
もしよかったらコメント欄の方に今こんな練習してますよとか、こういう新しいことにチャレンジしてますよとかね、あと本日のご感想とか書いていただけると嬉しいです。これからも皆さんのギターライフが楽しくなるような動画を撮っていきたいと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は畑中まみでした。また次の動画でお会いしましょう。またね。